私たちが、えー、若い頃に車の一つのこうグッズアイテムとしてですねパーソナル無線っていうのが流行ったんでいうと話は散々してると思います俺が初めて無線と出会ったのは俺が小学校5年生の時でした近くに北海道岩見沢っていうところに住んでたんですがうちのすぐ近くにですねダンプのお兄ちゃんがこう住んでましてで うんまあおそらく時代がすごく穏やかでゆる緩やかでなんか逆に緩慢でルーズな時代だったんですねおそらくねその大型ダンプをですね常に路中で置いてあるんですよでまあそれがうーん 北海道は道はが広いですからねだからこっちの関東の道に路駐してなんてとんでもない話ですぐ110番なんてなっちゃうんだけどあの頃ってのは本当にそんな風にこうに一日置いといても逆になんかこう「中金の標識がどうにもねえよ」なんてね、うん、でそんなもんだからこう「青空駐車24時間、うん、置いちゃうとダメなんだろう24時間なんか置かねえよ俺は仕事で使ってんだからよ」なんて。 雲け <laughs> みたいな感じのあのおっちゃんでしたそのおっちゃんがですね、えー、しょっちゅう俺のことをこうダンプの横に乗っけてくれていろいろとこう仕事に連れてくれたりしたんですよ俺が休みの時ですねだからね普通にまあダンプ屋さんも日曜日はあの普通に仕事ですからねあのうちは日曜日は普通に休みですからだからもちろん,ん日曜日は動かないわけなんだけども えー、俺たちが土曜日半ドンで半ドンって言葉はまた使いますけどもこれ北海道弁半ドンって違うよね半ドンって言うよね半ドンってのは例えば午前中で帰ってきちゃうと今日は仕事が今日仕事半ドンだったとか言わねえ言うだろ言うよ言わねえかかんねえ <laughs> それでまあその中にあってですねその、えー、まあ昼で帰ってきたりなんかすると うんちゃんも自分で自分家にこうご飯食べに帰ってきて,来てたりするんですそのタイミングで会うと「あおじさんまた乗っけて」「おおいいよ飯食ったら来ないやん」って言われてご飯食べ終わっていくっていうそんな生活を続けてましたそしたらですねある日のことを、えー、そのうんちゃんがこう運転しながらこう無線をやるわけですね仲間同士でその様子がめちゃめちゃかっこよくてですね でまあ、当時、まあ、使っちゃいけないとされていた CB 無線っていう27メガタイというね、AM 電波の27メガタイという帯域を使う無線なんですけども、これがですね、実はもともとはそのアメリカの長距離トラックの運転手さんであるとか、昔、トランザム7000っていう映画がありましたですね、バート・レイノルズが出た。そのあのの映画でで無線のやり取り取う,うわっ 例えばその乗用車乗ってる人たち同士またはえそのトラックの長距離のトラックのうんちゃん同士でもってうわってやり取りするっていうあれがシビ無線なわけですところがそれが日本では許可ならないわけなんですよ27メガっていうのはで、えー、それを使うことによっていろんな弊害が出ますで普通にうーノーマルの機械をノーマルで使ってる分には対して まあでもあれかなテレビぐらいはザザ言っちゃうかなうんなんだけどもこうブースターといってこうゲタかますというですね豚をかますとかいろんな言い方ありますけどもえーブースターというそのパワーアップさせるための要はアンプですアンプそれをかますことによって本来は10ワット20ワットの機械を200ワットであるとか出力ですよ200ワットであるとかひどいやつなんか2キロとかね2000ワットですよ2000ワット 放送局じゃないんだからよ、ね、そんなのをかますことによって何が面白いかっていうとインスポって言って遠くに住んでる人とはつなぐことができるわけですこれはこれが,これが、えー、面白くてちょっと電磁層今,今は電磁層の調子がいいからねなんてそんなこと言ってちょっとインスポやってくらってすごいこう見晴らしのより高いところへ車持ってってです、ね、そこからこうやったりするっていうことも昔はよくあったわけですねそれで えー、その無線に俺がこうグっと気がいったわけですおっちゃんなんかかっこいいかっこいいねそれってえそうかお前やってみろかお前もダメ無線ダメ無線って言ってました使っちゃダメだからダメ無線ダメ無線やってみるからダメ無線あれ,あれキャリア返せよキャリアじゃあお前に渡してやれよってで俺はそのおっちゃんにですね「お祭りごぞったな」っていうニックネームをつけられましたはい。 で、いつもお前お祭り見てるからお祭りこそでいいじゃねえかなんて、<laughs> 今考えたらひどい、ひどいですねちょっとの。いつもお祭りだったんだね、俺ね。うん、で、えー、そのキャリアっていうのはマイクのこと言います。これキャリアって言います。これをこう握るとですね、普通にこうプチッとつながるんじゃないんです。中にこうバネが仕込んでありまして、そのバネにさらにマイクがついてるんです。変な。変でしょこのマイクの中だよ。 バイクの中のちっちゃい基板があります。そこに、こう、バネがついてる。で、そのバネをですね、こう、スイッチを、マイクのスイッチを、カッチンと指を離すと止まります。もう一回、カッチンと,押すと戻ります。そういう感じなんです。でそれカッチンの時に、中でこのバネがブル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 って振れるわけです。それが、アンプにかかって、相手がどういうふうに聞こえるかっていうと、スパーンって聞こえるんです。バネの振れが。 で「スバーン了解しました」スバーンブーってこれが読んでるっていう機械をまたその音が出る機械をつけるわけなんだけどあ <laughs> 懐かしいと思って聞く人もいると思うと多分これパーソナル無線の同じことやってましたけどねみんなそんなアイテムにすごくこう興味を惹かれたわけです「うわ面白いないいないいな」って言ってたらそのおっちゃんが俺に無線機をくれましたある日。 これはもう、俺がずっと使ったやつだな。これ、NASA っていう機械なんだこれいい機械だからな、おめ人にやんじゃねえぞ。しっかり直してあるからな、ノーマル機だけども、おめ今度俺休みんちなおめんち固定局上げに行ってやら、なんて言ってくれまして。ほれで、うちまでわざわざ来てくれて、あれ、今考えたらとんでもないことだよ。CB 目線で固定局が上がってんだよ。そなんなのな正直な話、今考えたらとんでもないよね。 よく電感来ななかったなって、まあ、ノーマルでやってたからおそらく大丈夫だったんだろうとは思うけどうちのじいちゃんがよくテレビ見られるって言ってました俺が無線始めると。<laughs> で、えー、<coughs> そんな流れで CB 無線がだけど、えー、小学校6年生で卒業して札幌に出る時にはもうそれも全部札幌ではもうダメだよそんなことやったらって言うんで、えー、やれなくなったわけです。でそのま,ま 大人になりまして18で免許を取った時に、えー、その年からちょうどまるで本当にそのタイミングを見計らったかのようにですね俺たちが免許を取る頃にパーソナル無線っていうのが出てきたわけです。でそののパーソナル無線っていうのは えー、CB 無線が AM 帯の27メガを使ってるところに対してパーサラル無線というのは FM 電波の900メガ帯っていうのを使ってますだから誰も使ってない帯域なんです誰も使ってないどこも誰も何の無線もその電波もないっていう空いてる領域なもんだからそこで自由にそのみんながこうやり取りをして、えー、楽しくこう無線という無線をね楽しみましょうという。 そういう計らいなわけですよ。これが各社、各本当に電気メーカーから出てきました。大手、もう三菱産業、使えないけどさ、こんなの。使えないんだよ、無線機としては。三菱産業、ソニーもありましたね。それから、東芝、シャープ、もちろんありました。それから、割と良かったのが、ナショナルでしたね。ナショナルの機械は結構いい機械でした。それから、無線機メーカー、シン であるとかね。神話はもう最高でしたね。あとアイコムであるとか。その辺の方がね、やっぱり俺は神話の機械を使ってました。で、この無線をやるようになった頃、この無線の世界というのは、それぞれが本名でやる大バカ野郎はいませんので、みんなニックネーム、ニックというそのニックネームをつけます。うん、で、俺が当時つけてた、ニックネームっていうのは、かまいたちというニックネームでした。で、 カまいさん今日は CM 何時までまだやってんのって CM ってコマーシャルこコマーシャル仕事のことですね CM コマーシャル何時までまだやってんのああもうすれだ、あれよあそう、えー、手拍子街道途中でネズミ取りやってたよ気をつけてってよ怪我けがなき、事故なき、で今日もよろしくお願いしますよじゃあねお先てんてん、 ブルーって落ちていくわけです。これが無線の一つの流れなわけですね。これ、手拍子街道っていうのは、北海道札幌に百337号線、337拍子、なので手拍子街道と呼ばれてましたで、その中にあってですね、一人、キられの与三郎さんっていう人がいました。この人は、実は昔からずっとその CB 無線の頃から無線をずっと ととやってるといるうもう本当に、えー、プロ中のプロで「変調変調」っていうのは声ですね。この聞こえてくるこっち届いてくる声のことを「変調」と言います。その「変調」がものすごい低音で渋いんですよ。はい了解しました。皆さん今日もけがなきでお疲れ様でしたって。ものすごいかっこいいわけ。なんかまるでね本当になんかこう時代劇かなんかの。 えー、役者さんなんじゃないのと思うようなそんなわけないんだけどそう思うような、えー、言葉遣いだったりこう節回しなんですよね。この人がですねある日の、えー、ある年のお正月近くなった時でした。 もううちょうど今この時期なんで思い出すんでですよね12月のクリスマスが終わったあとぐらいにある人の情報で「与三郎さん体調崩して入院したそうだよ」っていうのがありましたでどこの病院なんだって言ったらいやいやいやなんかね入院してその病院を分かってる東区の方の病院らしいんだけどもねどうもその面会謝絶になってるようなとなのでもう家族しか今その。 病院には行けないらしいんだよなって「ああそうですか」ってこう言ってましたよ。で俺たちはもう無線ばかりにほ,ほぼほぼその頃はなってましたからねほんの何年間ですよほんの何年間の間だけ。である年のう年末大晦日も無線をやりながらカウントダウンやるっていうころはほにねえみんな固定評をかけてましたからねそのパーソナル無線の時っていうのは。 でその曲にかぶりついたままです、ね、と時計でにらめっこして「もうぼちぼちだね」なんて「あ,あもう1時だあと2時間だよ今年もあと2時間ですね」なんてこう騒いでたら前にもちらっとその無線の話をしたに教えたと思うんだけども、えー、無線が例えば「何々さんどうぞ」よく聞きますよね「何々さんどうぞ」「了解」って出ます。これ何々さんどうぞその人が キャリアを離したたに次の人その自分が指名された何々さんどうぞって言って次の人が回された要はそのバトンですわねバトンを受け取った人が「はい了解」って出た時に一回手を離さなきゃいけませんでほんの何秒か開けて「はい了解しました」この間を開けますこれはブレイクタイムって言いますなんでかっていうと「はい了解今日はね」こういうふうに喋っちゃうと万が一緊急の何かその連絡があったりとか またはまた自分がその今しゃべってるこの会話のグループに参加したいっていう人が来ても入る口がないじゃないですかだから必ずその何秒間かのブレイクタイムを取るで自分がそ,のそこに加わりたいっていう人は誰かのブレイクタイムを待つわけですこうしてではい了解って誰か話したうちにブレイクブレイクブレイク何々今入りますよ でああ了解ブレイクさん了解何々さんお疲れ様でしたってこうつながっていくわけでどんどん人数が増えていくそのグループ,ループサークルが増えていくわけだねそれでそのカウントダウンをやるって言ってほんの何時間か前ぐらいでそれ固定局酒飲みながらこうやってたんそれからもう20人ぐらいいたんですその20人で回し回しやってたんです今年はどんなことがあったねその来年はこんな年にしたいねとかっていうまあざっかけね話ですよそんなことやってた。 そしたらスパーンってこれガチャコンマイクって言うんだけどスパーンっていうすげえ鋭いそのガチャコンの音が入ったブレイクーって入ったあよさぼろさんじゃねえこれと思ったんで「はいブレイクさんあブレイクさんもうしかしてよさぼろさんじゃないどうぞ!」って話したら「スパーンおーい切られのよさぼろ復活だよ!」って入ってきたわけうーわよかった 三郎さんみんな心配してたんだよってそこからうわーと盛り上がってで何よ三郎さん来てんだってドロ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 って言うんで20人ぐらいだったやつがどんどん増えてて30人40人になっててもうこうなってくるとキャリアが回らないよそれぞれにあのカラオケで言えばさマイク回んねえじゃないですかよ30人もいたらでしょそれと同じでそのキャリアが回らないだからそのうちよい音しようって「よ三郎さん大事にしてねじゃねえ」って言って落ちてく人たちもいる で最終的にやっぱり10人15人ぐらい残ったのかなもうそろそろカウントダウンもう年も明けるよっていうこのにねそしたらねあと本当に残り10分10分。 10分だった俺,俺は10分って記憶してるんだけどこの間ちょっと前になんかその頃の思い出話したら「いや20分ぐらい前じゃなかったか」っていうやつもいたんだけど俺は10分ぐらい前だったって俺は記憶してるのね「与三郎さんどうですか少しはゆっくりできましたか病院でね本当にちょっと影響を養うじゃねえけども一回は面会しちゃいそって言われたんでびっくりしましたよ与三郎さんどうぞ」 ーンロロロとスパーンってよさばらと入ってきたはい了解しました」「ボーン!で」でブレイクタイム「はい了解ですありがとね」<laughs> いろいろ心配かけたみたいだけどもいやーねえ夜年並みには勝てねえってのは本当にそれを体現する形になっちゃったねなんだかねもうこうなっちゃうと 人間って諦めつくもんとにほん当に本当に本当に世話になったねみんなには本当に世話になったわまあ今年だけじゃな、ね、い去年も一昨年もそうだけども本当に世話になった人の情けのありがたみ温かさっていうのをこの年になって本当に味わうことができたわねえこれからもひとつよろしく頼むよ。ねえ いつものバーンって音がしないでプツッって言ったので俺たちみんなしシーンとしてるあれあれあれもしかしておこれ切れてるなって言うでも俺がキャリア握ってあれ与ブロさんど,どうしたもしかしなんか電源カットみたいな感じになっちゃった与ブロさんどうぞ帰ってこないあれおかしいのみ,みんな騒り出して「与ブロさん どうしましたえ、なんか、おい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 、なんか、距離が握ったもん、調子悪くなってぶっ倒れちゃってんじゃねえだろうな、おい。与三郎さん、どうしたどうしたしーてこ、こないいやー、ちょっと心配だな、おい、与三郎さんの連絡先分かる人いるよな、ちょ、ちょ、ちょっと、ちょっと電話してみてくれって言ったら、ある人が、えーっとね、なんつったっけな、真田雪村じゃないし。 なんかちょっとふざけた名前の真田幸雄だったからドラムとかって名前付けた人がいてその人が「おちょっと俺番号わかるからじゃ電話するからちょっと落ちるよ」って言って無線機から離れてその、えー、まあ携帯電話が当たり前の時代ではないからねそれでその自宅電話からそのかけたらしいんだねそしたら俺のところに「亀井先生さん井先生さんち,ょちょっといいかなちょっといいかな」って「おいどうしました?」って かまいたちさん、自宅の電話番号って前に聞いた番号で変わってないあ変わってないですよ。えー、011の8から始まる番号であ,あそう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 。あわかった。じゃあね、ちょっと終わり、今電話するわ。電話かかってきた。もう、もう本当に、もう、もう何分か前ですよ。そったら、年明けのね。で、電話かかってきたんで、あやああ、どうしましたよさぶろさん、なんだって、ど,どうでしたって言ったら。 構いでさこんなことって本当にあるのかなあるのかな <laughs> こんなんねバズり合ってこさんが俺話したくないって泣き出したの電話の向こうででいやこれはいいことじゃねえなって俺思ったので「ど,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 どうしたのちょっと言って言って言って,言ってどうしたの?」って言ったもう無線は向こうでもってもう盛り上がってるわけで「よさばらさんどうしたんだろう?」って。 カメラさんも落ちちゃったなんか電話で話してるみたいなこう言ってるわけだいや聞こえるわけだほんで「いや侍さんところ電話入れたら奥さんが出たんだよ」って奥さんが「奥さんが出たんだけどさいやー俺びっくりしちゃったよ」って「いやあのー、あ奥さんですかあっすいませんこんな年をさせった時に」 あの今ね実は与三郎さんと無線ずっとやってて突然落ちちゃったもんだから与三郎さん倒れちゃったんじゃないかと思ってみんな心配しててねって俺ここまで言いかけたらさ奥さんうーって泣き出してうわやばいって俺思ったんだよってこれ倒れたんだ間違いないと思ったら実は私今たまたま家に帰ってきたんですたまたま家に帰ってきたんですこれからまた美容に行かなくちゃいけないんですうちの人 2時間ぐらい前に息を引き取ってますよ。もうレモン泣いね。あれにはね。うん。年末になるとね、毎年年末になるとこれを思い出すんだなうん。なんかまるで悟ったかのような、いやーみんなありがとうね人の情けが身にしみるって言ったあの言葉が。 忘れられないよね本当にね、うんなことがねあったよ。